決まりました。あれ、うちだけかな。皆さんこんにちは、横さんです。なんと阿部神さんファーム楽天市場への出店が決まりました。頑張ります。と言ってもまだ出店が決まっただけで、詳細はまだ何も決まってないんですけど、これから出店に向けて様々な準備をしていきますので、その様子をいつも応援してくださっている視聴者の皆さんと共有できたらなって思っています。詳しい日程など決まり次第お知らせしますので、どうか楽しみに待っていてください。ということで、まずは改めて阿部神さんファームのリンゴジュースのおすすめポイントっていうのを考えてみようと思います。皆さん、よくジュースのパッケージなどで濃縮還元っていう言葉を見かけませんか？濃縮還元というのは、絞った果汁から水分を取り除いて濃縮させて、そこに水を足して作るという製法です。そうすることによって大量生産ができて、味を均一に作ることができます。ですが、当園のリンゴジュースはストレートジュースといって、本当に絞ったままの果汁のみ使用したジュースになっております。なのでリンゴの品種の違いをそれぞれ楽しんだり、リンゴの栄養分がそのままジュースに生かされています。そもそも皆さん、ジュースと聞いて何を思い浮かべますか？実は果汁が少ないとか、砂糖がいっぱい入っているみたいな、あんまりこう飲みすぎたら体に良くないなみたいなイメージをお持ちなんじゃないかなっていうふうに思います。本当に勝手なイメージですけど、よくお母さんが子供に飲みすぎちゃダメよみたいなことを注意したりしているかと思うんですけど、あれ、うちだけかな？あ、もしかしたらうちだけかもしれない、すいません。稀にうちにも、その砂糖ってどれくらい使ってるんですかっていうお問い合わせをいただくことがあるんですけど、当園のリンゴジュースっていうのは全く砂糖を使ってません。リンゴ本来の甘さだけでリンゴのその濃厚な味を堪能できるジュースとなってます。砂糖も不使用なんですけど、さらに酸化防止剤とか防腐剤といったものも一切使ってないので、とても体に優しいジュースだと自負しています。お子様も含め全世代の方に安心してお飲みいただくために、無添加っていうのにもこだわりました。こういったこだわりを受け入れてくれる業者さんっていうのを探すのに苦労しました。ここから車で2時間ぐらいかけて毎回こうトラックで運んでいくんですけど、それをするだけの価値はあると思っています。で、この理想を叶えてくださった本当に加工場の皆さんにはとても感謝しています。よくジュースを作る際に台風で落ちてしまった実とか、少し目立つ傷がついてしまったっていう実を使う場合があります。生でも食べれるんですけど、出荷するのがちょっと難しいなっていう果実を使うことによって、その農家さんがせっかく作ったその努力っていうのを無駄にせず、ジュースに形を変えることでお客様の元に届けることができるっていう、これはすごく素晴らしいアイデアだなっていうふうに思っています。ですから一方で、どうしてもこういった果実を使う場合に、熟す前に落ちてしまった実とか、味が少し抜けてしまった実っていうのがどうしても混じってしまうことがあります。それに対して、うちのこの阿部神さんファームのリンゴジュースは、リンゴが美味しくなった熟した時期を見極めて鮮化した実のみを使用して作っています。なので阿部神さんファームのリンゴをそのまま食べているかのような味をお届けできます。ここがこだわりのポイントであり、おすすめしたいポイントです。ということで、改めて阿部神さんファームのリンゴジュースのおすすめポイントを整理してみました。僕も語っていたらジュース飲みたくなってきました。ちょっと失礼して。あー、うまい。では今回もご視聴いただきありがとうございました。横さんちのリンゴジュース飲んでみたくなったっていう方は、概要欄の方にストアのリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録、高評価、 SNS のフォローも
お忘れなく。ということで、楽天市場出店に向けて続々と情報を発信していきますので、次回の動画も楽しみにしていてください。それでは以上、ヨコさんでした。バイバーイ。